まあ、2年生になってくると、まあ、公式のボールにしっかり、慣れると慣れていく時期なので、まあ、そして試合もね、本当にこう公式戦とかもどんどん入ってくるという時期になってきます。なのでそこで、大事にしていることっていうのはまず技術ですね。技術的なことをある程度体にしっかり覚えさせること、まあ、技術動きですね、そういったところをしっかり覚えてもらうような時期かなというふうに思ってます。